9番リー・チュンチャンさん、中国。 Number 9 representing China、リー・チュンチャン。中国のリー・セイコウです。彼もフリーの演技では4回転のジャンプに挑みます。今年の中国ナショナルチャンピオン、19歳。トリプルアクセル、トリプルトーループ、3回転半、3回転を決めました。フラインキャメルスピン、下半身にバネのあるスケーターです。ポーズが出ました。リー・セイコウ、太極拳、中国をイメージするステップワークも途中ありました。それにしても特にジャンプで言えば非常にこのスピンが速くてキレがいいジャンプでしたね。そうですね。特に最初のトリプルアクセルからトリプルトーループへのコンビネーションジャンプなんですけれども、ここはずっと練習の時から苦労してたので、はい、ピタッと決まった時には嬉しかったと思いますね。それがガッツポーズに結びついたんでしょう。動きも非常にメリハリがあって良かったと思います。そうでしたね。ただ最後のですねコンビネーションスピンがですね、片足で左足で6回、右足で6回というような回り方をしないといけないんですけれども、はい、回転数が足りなかったんですね。で、本当に最後の最後だったので、ちょっとジャッジの方で、ここは減点だなと思わせてしまったっていうのはあると思います。はい、リクワイアードエレメント 5.7、 ドイツとカナダのジャッジがつけました。ジャンプの質は良かったですね。そのあたり評価されたんでしょうね。はい、ステップも良かったです。はい、中国が 5.3 ですが、カナダとドイツが 5.7。 プレゼンテーションどうでしょう。この時点で9人滑って第2位、ホンダを抜いて第2位、現在ホンダは第3位。しかし残っているメンバーから言えば非常にいい位置にホンダ武史がつけています。
5-3, 5-6, 5-2, 5-5, 5-6, 5-7.